いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はこちら作業用手袋、皆さんお使いになっている方多いかと思います。真っ白で本当汚したくない感じなんですが、これがね使っていくとどうなるかというと、これ一回ちょっとしまいますね。ご覧ください、本当真っ黒で、ああ仕事したなって感じになりますよね。こちらね、ここまで来ると普通の方は多分捨てるんでしょうけども、私の場合は洗って使ってます。こちらね今洗ったやつなんですが、はい、洗ってもこの程度なんでね、はい、なんかゴミついてますね。まあこれでも使えますということでね、こちら今洗ったやつここに放り込んで、ではね、今3つ残ってますんで、こちらね洗っていきましょう。ではねこう置きます。以前ね手袋を洗う動画を作ってますが、79再生80再生もいかないで、はい、結構頑張って作ったんですが、はい、まあ全然伸びなかったということで、新たにねまた、手袋、の洗い方ということで動画作ってみます。はい、では行きます。はい、まず指先から、はい、反対側、はい、ひっくり返して、はい、表面、はい、頑張っても頑張っても全然落ちることはありませんのでね、はい、こんな感じで、まあ皮脂汚れをね落とすという感覚で、はい、こんな感じで終わりです。はい、次黒いやつ、はい、汚れ具合によってね何回かやっていけばいいかなと思います。こうやって指先にね、はい、入るように、あのここを開けてまでやる必要はないのでね、はい、こうして、はい、で放り込みます。はい、最後、はい、ということで、ね、絞らないのかとかっていう話になるんですが、以前は、絞ってました。今回はね、脱水機、ついに、手に入れましたんで、脱水機かけてみたいと思います。ではね、脱水機のところまで行きましょう。よいしょ。はい、脱水機。はい、ご覧ください。脱水機です。はい、ではね、ここに放り込みましょう。こんな感じでね、はい、ではスイッチ、はい、現在ね7分になってますけど、まあ12分にでもしましょうかね。スタートということでね、はい、手袋は毎度洗って、まあ脱水機をかけるということで、洗剤も何も使いません。洗濯機があるんだったら脱水機、ごめんなさい、洗濯機があるんだったら洗濯機で洗えようということになるんですが、やはりね石ころとか砂利とか、まあ、泥とかいろいろついてますんでね、外で高圧洗浄機でしっかり洗ってから脱水機、脱水専用という形で、用いるのがいいのかなと思います。ということでね、手袋これから脱水作業して、まあ干すのは、脚立にかけて干すということになります。では以上、ご視聴ありがとうございました。